い、どうもりです。トムトです。はい、今回もやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。うん、見えてるキャラはルク。うん、サイレントステータス兄さん。うん。今回のルートは。あ、なんだこれ。はい、ということで今回はパラレルソードルート二鋼鉄を武器と腕に使って墓場で鶴橋を持って峡谷を狙っていきます、はい、その時教会に人がいなければ真理を目指すことも可能でしょう。スキルが独特だけどこれはどう使うんですかね。スキルは攻撃するたびにスタックを消費して騒ぎを起こしにくくするという効果なのですが、大型動物やウィクラインをこっそり倒すのに地味にありがたいんです。クリニックは基本攻撃の 110% のダメージを与えます。それだけ。いや、なんだよこれだから。でも実は相手のバフを消す効果もあります。おう、ジャッキーの血祭りや、おう、フィオラのコンツルアタックなど自分を強化するものですね。で、意外なもので言うと、シルビアの失踪スタック、そしてシセラの苦痛の記憶、マジか。そしてカミロのスキルに関しては2つともですね。あ、そして覚醒剤の効果なんかも消せたりしちゃいます。マジか、俺苦痛の記憶消されたらマジで泣けるぞ。まあ、それでは実際に見てみましょう。はい、ラッチャ。さあ、マッチしました。はい。いいですね。月結構多いですよ。月多いの嫌ですね。かぶりたくないですね、ルート。そうですね。しかしここクズ鉄一発目から入ってあるのはなかなかよろしい。さあ、ここでもあまり入りたくないので、そうですね、別のところから行きましょう。墓場、これはバスターソードの方から行こうって感じですね。そうですね。天才かな、なかなか切り替え早いな。かしこかしこ。あ、クズ鉄がないからバスターソードを作りにくいだけですけど、もうあるからね。はい。さあ、ここ商標を狙っていこうかなっていうことで桜を作っていきます。はい、途中で生命が出ればそのまま月桂冠になります。そうですね。はい、ここ鶴橋、この鶴橋は何になるかな、予想しながらお楽しみください。 OK、 考えておきます。さあ、ここ長剣取りました。いいですね。はい、鶴橋か、なんだろうな、黄金、まさかドラウプ。何になるでしょうか。さあ、バスターソード完成しました。さあ、ここハイビショを作っていきたいですね。はい。さあ、回復がまだないのでちょっと不安ですけれども、ここちょっと人いなかったのかな。いなかった可能性ありますね。下手すると下手すると下手するぞ。さあ、ここできました。あとはもう鉄糸だけで、鉄糸とガラスの粉ですね。そうですね。ありますね。ありますね。あ、セットで出てきましたね。ありがたい。はい。ここは一旦装備して、これ気づいたらあれですね。バスターソード二鋼鉄、なんだっけ、十字架ルートですね。十字架じゃないわ。なんだっけ、ゴルゴーダ。そうですね。ただ鋼鉄が、うん、一個しかないので、はい。この鋼鉄は服には使いません。はい、強行服にしますね。強行服のためのツルハシですね。なるほど、強行服、それはちょっとエッチだな、なかなか作りませんからね。はい。さあ、いつも二鋼鉄や二鉄板やりにお世話になってるんですけども、今回は違うものをお楽しみくださいと。そうですね。はい、これ清水いいですね。でもちょっと急ぎですか。そうですね。うんうん、ハイビショなりたい、ハイビショが欲しい。そうですね。はい、できた。これで池に行って、うん、あとは一つ船が拾えれば嬉しいんですが。そうですね。さあ、スタミナがないのが少し厳しいか。さあ、水の方が大事。はい、そうですね。さあ、船出てほしいし、あと原石出てほしい。あ、出てきてくれましたね。さあ、ここ一旦くっつけて、さあ、ペットボトルを取って別の場所でいろいろ作業しましょう。はい、さあ、強行服完成です。いいですね。いいですよ。さあ、ゴルゴーダは手持ちに持って、はい、ないこと、あの、あることを教えない形で。そうですね。あるのを教えちゃうと邪魔されちゃうんでね。さあ、水取れました。美味しいですよ。いいですね、これでスタミナ いい感じ。はい。
さあ、これは腕にしますかね。腕ですね。はい、いいですよ。さあ、亀。ここでは殴っていきますよ。バスターソードあるので、こっちダメージ。まあ、26はちょっと可愛いか。相手か、硬いんでね、仕方がない。そうですね。はい、回復がないんで、もう3万を今のうちにがめておきます。はい、回復作ってから、いろんなとこに行きたいですね。そうですね。さてさて、亀出ました。えらい。いいですね。あとワンスト、1個だけ3万が欲しい。うん、そういうこと。物分かりがいいですね、非常に。いいやつだな、浜辺。さあ、ここ、ガラスの粉も欲しいので、石ころと砥石が同時に出てくる。トンネルを選択。そうですね。鉄入れてますから、はい。そうですね。頭完成させていきましょう。さあ、行きましたね、鳩が。さあ、瀕死だったので逃げていきましたね。さつまいもいいですね、これ。いいんですが、今回はちょっと。はい、見送る形ですか？いや、見送りたいですね。ですが、1個拾えちゃうので、うん、まあ、これは拾っておきましょう。インベントリーもまだ余裕がありますんで。で、早い時間帯だと蜂蜜も残ってる可能性高いんで。はい、そうですね。はい、なんなら焼きたい。さあ、ここ。これ拾って、スラムやりましょう。はい。はい、さあ、ここパンは食べていきましょう。そうですね。もう使わない。あー、ラーメンもあるのか。まあ、これは無理ですね。取れません。まだ取れない。さあ、レイピアありましたね。あ、レイピア、いいですね。さあ、ここは、先に焼き芋の方が強いですね。はい。はい、8×4 より 7×6 ですからね。そうですね。うん。さあ、大跡。ここガラス欲しいところ。はい。はい、ティアラ、そして光の商標。いいですね。順調。しかし、下半身すっかすか。これ、レイピアで作れるんですよ。そうなんですよ。ちょっと思いましたね。あれ、バスターソードの相方って、あれって。あ、でもこれ確か燃やしたらなんか作れるよね、これ。これですか？うん。燃やして、変えそう。まあ、これ長槍ですね。うん、作ってみてもいいかもしれない。結構ダメージも高いですし。そうですね、結局今回寺に用事があるので、はいはい、作ってみてもいいかもしれない。そうですね。さあ、ワンチャンで熟練度を稼いでいく。はい、条件ありました。関係ないか。そしたらもうこれは取って移動して、はい、ゴルゴーダを作る途中で、はい、開いた。さあ、ここ人気スポットだから、しかしここは回復結構余裕あるので全然張り合ってもいいんですけど。そうですね、ちょっとこの邪魔な、うんうん、ライターだけ邪魔を使っちゃいたいですね。そうですね。はい、来ました。早い早い、えらいえらい。さあ、ゴルゴーダと火炎草、火突草かな、はい、火炎草。さあ、ルクいますね。そのあとみんな月パーリーですね。ここ月パーリーですね。はい。さあ、お相手方ちょっとダメージ C プラスなんで上回ってるんですけども、こっちもまあ C プラスになりたいんでちょっと殴っていきます。そうですね。はいはい。でちょっと B のナディンがいたんですけど逃げていきました。あまりの人の多さも余裕があるので、はいはい、ちょっと突っ張っても強いぞと。はい。さあ、こっち勝ってますね、ダメージ。相手相当ですけれどもダメージがないですね。さあ、ここ出ました、木魚。はい、ゴルゴーダ隠してたので邪魔はされないのかな、まだまだ。さあ、おい、セット出てきました。えらいか、なんだ、すごいですね。今日なんかみんな俺たちの期待に応えてくれんな。おい、いいですね。いいね。さあ、あとホームが欲しい。さあ、50ダメージ。さあ、こっち武器ができたからね、強気に出てますよ。強気に行きましょう。さあ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 、なんだなんだ、用事があるのか。俺もあんだ、どいてくれ。あのやり方をすると僕 100% の確率でダックパン食らって死ぬんですよね。あと一撃なら大丈夫だろうっつって。はい、それやりました。なんかもう月だらけですよ、ここ。やばいっすね。ましょう。一打目。もうなんか武器壊れちゃったみたいな顔してますね。一打目って。はい、ここで新車に新ディア我が光できました。はい、できました。いいですね。これはなかなか強いし、もう最低防御値取れてますからね。はい、靴作ってないですから、これで。そうですよ、えらいえらい。さあ、ここ人多いですね。
さあナディンね、この方ナディンが強い方ですから気をつけていきたいところですけれども。そうですね。しかし今回私たちも好調なので、はい、負けるわけにはいきませんよと。俺たちを応援してくれているアイテムドロップたちに申し訳がたたない、そういうことですね。さあここダブパンを食らっていくけれども、ちょっと危なかったですね今のタイミング。そうですね、いや、はいはい、タイミングでしたね。はいはい。さあブーツ欲しい、欲しいですね。薬草もがめていきたいところですね。さあアイテムのインベントリに余裕があるのでバスターソードはちょっと持っておきたいですね。さあ、はい、この方先ほどの可愛い方ですね、殴り返していきたい。逃げていきました。相変わらず可愛かったですね。そうですね、即逃げです。これスラムでお湯取りたいですね。森に行きたいんですけど、うんうんちょっと笑っちゃいますよね。痛い、致命打痛い。そしてブルーズショット打ってくるでしょそのうち。痛いですね。うんうん。さあハリーですね。これは格好の方で探したいですが、格好閉まってますね。はいはい。さあ倒れてしまったナディン同士の戦いに勝ったシローさんが倒しましたんで、ナディン同士ですね。あれはさあ変わっていいですね。これでプロテクター膝を守っていきます。なんならもうバトルシューズ、そうですね、これで走れる。さあ回復も欲しいですし、腕章も欲しい。とりあえずライターですね。そうですね、命の源はライターなんじゃないかという説が最近僕らの中で生まれてきてます。オイルにしてよし、砥石で焼いてよし、お湯にしてよし、うん。さあ鍋結構取れました、いい感じ。さあ7ダメージ、これは可愛いぞと。どうしたんですかね。いやちょっと硬くない？硬いですね。おっと、さあクリーニングサービスをしていきたいところだが、相手はやはり逃げるでしょう。はい。さあ墓場の方でとんでもない音が鳴ってますよ。すごい、ね。女性兵、悲鳴やら、アビ教官です。ちょっとスタミナ作りましょう。そうですね。さあ鍋いいですよ。さあこの記事は何でしょう。いや僕すごくねえと思って。うん。シニア我がピカリありましたからね。どうせ工場行くなら。うちはでも作ろうかなと思ったんですけど、あなたの硬い原因は死には我がピカリです。ピカってましたね。なぜか取れてしまった。バス落としていきましょう。はい、ここペットボトルいいですね。はい。さあハトいるんでね、ちょっと武器は不安になるんですけども、まあ覚えておくだけでも全然違うので。そうですね。インベントリがきついときは、あの禁止区域じゃないところに置いておく。はい、物が少ないとなお良しですね。さあ。お前の話だよっていうことで、武器が壊れそうだ、不協和音怖いぞ、ここ張り合っていく。しかし相手瀕死なので、いや今の怖かったね。でもバスソードまだドロップ残ってるんで、もうすぐ切り替えていきましょうそうですね、もうお役目ごめん、かとつと、はい、ちょっと早かったけどね壊れるの。そうですね驚きの速さでしたね。でも亀鍋取れたのはでかかったでしょう。はい、大きかったです。ちょっとした不安も拭えました。さあ11ダメージ、かわいい、かわいいと。かわいいですね。攻撃対戦しても防御力200超えてますから。やばいな、それ。さあ、誰かが死亡しました。さあ、武器のなかったあの、周回、ついに倒れてしまった。剣法で殴ってますからね、もう普段から。そうですね。剣法家として名を馳せていた可能性がある。ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。君、クリティカルダメージで53ダメージ、ここ超えていくのやばくないかと。痛いですね。そうですね。さあ、ここ。あーいいね、ジャガモ焼きたいですね。そうですね、大丈夫、腕章も欲しい。そうですね、15ダメージ。いや君たちがいるから俺が熟練回復をそんな使わないとするんですよね。さあ腕章出てきました、はい、偉い。いいですね。さあパックついてインベントリ開けながら、さあ2つとも焼ければ焼きジャガイモ、はい、マグロ後半に使えるようなアイテムになりますね。そうですね。さあありがとうグレンド。しかしこうして外していく、また外していく、こんなことやからもう一回外すぞ。はい、やだ、そう通り3連ミスとか余裕ですから。なんならもう来るな、わかるしっかりと外していきますね。当てるぞ、いいのか、当てるぞ、当てるぞって言ってますからね次は当てるぞ、次の次は当てるぞ。あっと倒れされてしまった。あっとこれアルコールとか、これなかなか、でもちょっとここパンの数が少なすぎる、需要に対して供給が多すぎるスタミナを早く作りたい。ライターが一生出ないですね。そうですね、ライターが欲しい、スタミナは欲しいので、ライターね取れたらいいんですけれども、アルコールでもこんだけ残ってるってことはライター残ってるんですよね。あると思うんですよね。
しかしライターは命の源、俺たちがそう感じているということは他の人もそう感じている可能性がありヌンディウス。まあさっきから来るあの子はその可能性が高いですね。そうですよ、ライター求めてる可能性ありますね、はい、でもあると思います。学校って別名沼なんで、沼るのが当たり前みたいなところがあります。さあライター取れました。ここで一旦白書を作っていきます。あ、いや、はい、これ百科酔い作りましたね。そうっすね。そっか、花持ってるの覚えてるんですね。はい、偉いか。さて名号、ここを砥石取っていきたいですね、うん、そうですね、砥石狙っていきましょう。うん、ありがとう、君たちの声は届いてるよもう一個欲しいですね。まあそんな簡単にすぐ出るわけないじゃないですかフラグ立てると逆に出ないかもしれないですよ。いやでもマグロが出ました。マジっすか。さあライターを捨てる羽目になるんですけども、これスタミナの方を削っ持っときたい。嘘でしょ。そうっすね。マジか、全然あるな、全然あるな。砥石欲しいっすね。今何してたんだっけ。僕ですか。うん、僕今捨てたのは、止まった、おいおい、僕今捨てたのはちょっと今記憶が忘れちゃった。でもこれ何、多すぎない、マグロ多いっすね。マグロ屋さんの完成です。じゃあこのマグロどうすんすか、わかんない。大回復後半殴っても殴っても死なないようなところが感じしましたけど、中回復として使いたいんですけど。さあ新しい酒を、これ強化したいんでシャムシールに焼き鳥を使いたいんで。そうですね、はい、君たちの声が聞こえてるよ本当にありがとう。マスターソード完成。はい、さあ焼き鳥石まだ作れそうなので、あ、でもちょっとカンカンにちょっとしてもいいんじゃないかなっていうところがありますよ ね。はい、1個だけカンカンにしたいところかな。はい、さあ2連発いいですね。やはり絶倫なだけありますね。さあここは細かい回復でパンを使っていきたい、はい、はいはいはい。さあここは先ほどからちょっとねダメージを、あ、でも出てき始めたんですね。さあカメラ目使い切る。最終すごい優秀なので、後半に差し掛かる感じですね。うん、最終優秀だって言ってたのに最終に向けていきませんね。そうですね、あ、いいですね。ここパンが出ました。これ飛んでる生きがいが出てきましたね、だんだん。そうですね、行っちゃいましょうか、うん、そうですね。ここ何を求めてますか。いや、チョコを求めてました。あ、そうなんですね、はい、じゃあちょうどよかったと。さあカンカン先出てくれるとインベントリーのちょうど相性がいいですね。まあ2つ、ダンボール2つ必要なんで、ダンボールから出てくれた方が、あ、そうですね、増えますね、そしたら。はい、うん、スカブレッグ。さあこういうのは細かく取っていきたい。ここ欲しいものがいっぱいあるんで、さあまずカンカン出ましたけれど、出ちゃいましたね。一旦置いておいて出てきたもので調整していきたい。そうですね、はいはい。さっきここでダンボール出てくれるのはちょっとやだな。もう一回カンだったら欲しい。うん、そうそう今日はよく答えてくれますね。答えてくれますね。さあ缶3つ目出たので、これはもうもしかしたらダンボールかけてますね。かけてますね。さ、作りきることにしました。はい、学校先行きましょうか。そうですね、ダンボール欲しいんでね。はい、回復の量がえげつないですよこれそうですね、えげつない。結構ありますね今回は。そうですね、音が鳴ったらもう攻めていきたいですね。いや、もうこのまま持っときたいですね、逆に。あ、本当ですか。最終地域にもう臨むような形と。そうっすね。その判断基準、どのようにしてますか。今、他の人がすごいキルをしていて。はい。で、今だと、アリポさんって人がすごい育ってるので、うん、うんうん。これを無理やり止めに行くとしても、もう結局回復を削られて他の人に倒されてしまうっていうパターンがあまりにも多いので。はいはいはい、ここはしっかりと回復を持って他の人と最終結局殴り合うことになりますから、リソースの削り合い、だいたい3地域ぐらいを目安に殴りを頑張る感じかな。そうですね、どうせ狭まって殴り合うことになるんで、はい、はいはい、その段階で回復ない人から力つけていくんで。はい、なるほど。ここじゃあその殴り合わなきゃいけなくなるタイミングに合わせてこうスポットを当てていくんですね、パワーストライク。音が鳴ってるとこっていうのは基本的に多いんですよね、はい、人が、うんうんうん、強い人が多いんですよね。はいはい、なのでそこには行かずに音が鳴らないようなところに。そうですねで そこには、はい、細々と生きているような人たちがきっといるはずだと、はい、そうですね。
はい、いいですね。地味に蒸しパン作ってましたよね。はい、この方も結構痛い、まあそんな痛くないか、ね、とりあえず蒸しパンでなんとかできるかなぐらいですね。はい、自分と比べてそんな痛くなければ。さあここダブルパンチが怖い。さあ危ない危ない危ない、怖いですね。あの一瞬で狙われる可能性全然ありますから。ありますね。さあやっぱ経験値はこっちの方が上を打ってますね。はい、さあここは甘えることなくしっかりと全回復していきます。さああの方狙っていきたいですね。でも全然殴り合えますよ、見た感じ。殴り合えるんですけど、うん、これあんまり殴り合っておくといいことがない。そうですね、まあこの段階から回復を減らし始めると後半にあれなんですよね。はい、今みんな回復切れちゃったみたいな使ってる頃なんで。そうですね、しっかりとここで、はい、これいいですよ。さあ頭は消費ですけれども、これ月が残った場合をと、使えるように回復は今、確かにね、攻撃力高いですからね、はい、月って、基本的に。ですんで、商標よりも、目立った方が実は強いんですよね。まあ、基本的には商標で、まあ、殴り合った場合は、騎士団長に切り替えて。この時ですね。はい。出た。旅人お家芸、その2。防具ジャグリング。そうですね。ここちょっと辛いぞと、ダブパン怖いのでここはしっかりと逃げていきま す, です、ね、はいはいはい。バトルスーツいいですね。アヤがいますんで、アヤ行っていいですね。そうですね、地味にちょっと痛いんで、あれバトルスーツ取りたいとこですね。さああとハトもいるん で, で、ね、相当も一応持っておきましょう、後半に向けて。でもその話してたらいつも武器半壊するんだよな。そうですね、嫌ですね。うん、スラムの方のバトルスーツ欲しいですね、あれ。欲しいですが、いや強行服よりか明らかに強いですからね、防御値で見て。最終僕スラム歩くつもりなんで。あ、そうなんですか、はい、じゃあまあ他にできるところがあれば。そうですね、もうこの時点で回復温存した方が僕は強いと思います。 OKOK、 いいですね。じゃあまあ S もなるんで、もう準備はできたと言っても過言じゃないでしょう。僕はあのレベルアップするんで120上がるんで177ぐらい止めといて全然いいと思います。なるほど、こういうレベルアップの回復も地味に使っていきたいと、はい、まあパン1個ですからね言ったら、はい、さあワンちゃんゲットレベルアップ。さあここスタミナゲット美味しいですね。いいですね。さあここ3地域 4人、おそらくここいろいろ回ります。メリーゴーランドのように人が回っていきます。さああのハトが、ハトは死ぬと思いますね。ですね、ハトから落ちるでしょう。はい、弱いものから追い出される。一つの場所を二人で、さあ目的のものを取れましたね。立つことはできないので、まあできちゃうんですけどね、こいつの場合だと。そうですね。さあそしたら一旦回復を温存の目的も込めて。ミスりましたね、あのアヤ追跡だったんでしっかりと見とくべきでした。はいはい、ということはだから追いかけられていたのかとか、そういうことですね。はい、はい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 、なるほど。さあルクに対してだけ、あ、いいですねこれ。ルクに対しての時は騎士団長の兜。そうですね。さあまだ4人だと。さあここ次の一歩で死ぬでしょう。さあ相手これも死んだか。さあ死んでしまいました。クリーニングサービスで殺された。ルクに取られましたね。アヤがこっち殴ってきました。それはちょっと良くないのでこっち殴っていきますよ。ワン、さあ相手ミスってしまいましたね。 S でミスった、なかなかかわいそうな。かわいそうですね。さあここ騎士団長の兜、これでダメージを軽減していきます。もうこのまま騎士団長使ってもいいでしょう。さあ予備武器もありますからね。はい、さあ何でもござれ。しかしハトもいなくなったんでこのまま戦えるでしょう。先ほどの死体を奪っていきます。奪っていきたいですね。でもクリーニングサービスなので30秒見えなくなるっていうのはちょっと時間かかるでしょう、はい、30秒経ったんですけどね。うん、魔成績いらないでしょう。いらないですね、うんうん、もう無理ですね。たまに野生動物が、うん、トランプを落とすことがあるんですけど、はいはい、まあ、期待はできないかもしれない。それを期待し、もうこれ回復、おそらく、うん、この鳩は回復持ってないですね。ですね、うん、さあ、スラムの方で音が鳴った。銃声ですね。まだサイレンサーはしてないですね。さあ、ここは少しでも回復しておきたいということで、寺。さあ、あの鳩も地味にね、ちょっと強いんで、
ハトじゃないくてあれですね、アヤです、ね。あ、ごめんなさい、アヤですね。はい。いや、僕らの動画でも紹介したんですけど、ハトなかなか結構強いんですよ。そうですね。あまり侮れない。2連発とか特に痛いですから。痛い、ね。さあ、10列まだ鳴ってますよ。これはお互い回復を減らし合ってほしいですね。そうですね。そして。さあ、君のことだ。はい、65と56。ダメージは勝ってます。さあ、残り10秒なんですけれども、一旦ここは体力を回復しつつ。さあ、そして邪魔を1回する。これ大事ですからね。さあ、もうさ、呼吸住宅にいる？隠密体制であったか、もういたかで。最初の一歩間に合わなかった。さあ一旦ここは防御体制で中に入っていきます。いつものことですね。さあここは大きい回復から作っていく。さあここゲット、ここいいでしょ。さあ相手クリティカルダメージ出してきましたけれども、あーやばい、痛すぎる。さあ大回復があるのでこちらやり返せます。しかし2連発痛い。さあこっちもやり返していきますよ。さあまだ回復がある。さあジジいけるか。ジジ先に殴った。ジジウェンプレイ、いややばいっすね。いいっすよ。いや全部見込み通りに行きましたね。いや全部見込み通りに行きましたね。はい、ということで、はい、SS だったんですけれども今回もなかなかいい戦いができました。はいはい、ということでエンディングに行きましょう。はいはい、今回もご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー今回もやりましたね、うん、いやー見込み通りの試合を運びましたキャリーですよ、キャリーいやーなんかこう思ったようにポン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 進んでいくんで、うん、ちょっと怖かったですけどねそうですよ、アイテム循環とかもうポンポンポンってすぐ出てました。あれも多分ランカーの力ですねそうですね、ちょっと漏れ出てましたね、はい、漏れてたね、あー本当に。あとそう、はい、回復リソース吐くタイミングバッチリ読めてましたね。狙い通りでしたね、あれは。うんうんうん、はい、いや相変わらずね最終盤のトレードがうまいもんですから、あれもう、ね、うん、どうしようもないもんねただただうまいからカウンターのしようがないんですよでも僕も、はい、俺がミスるとこ分かるようになってきたんで。いやそうなんですよ僕目印に一番悩まされてる男だと言っても過言じゃないなるべく僕に外れるよって言わないでください。外れるんでいや当てれますねはい、ということで、はい、ね、うん、毎日17時投稿に挑戦中なんですけれども、はい、次週からかな、はい、収録投稿になります。そうなんです、うん、金曜日をね、うん、定休日にして生放送にしようと思ってますんで、うん、そうですね、生放送もしたい。はい、だから YouTube とかで放送するので、うん、まあルームマとかも開催しますんで、うん、ぜひ遊びに来てください。皆さん来てください、うん、ありがとうございます。そしたら次回もお楽しみに、うん、バイ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 。チャンネル登録グッドボタン頼めるか。